こんにちは、石崎です。本日は12球団の守護神事情についてお話ししたいなと思います。9回を投げる投手、他のイニングよりかかる重圧は大きいと言われています。その場を経験する者しかわからないと言われる9回、相手打者も負けたくない、意地でも出塁、点を取りたい、そしてその打者たちに全力で投げないといけない。その投手の内容次第で勝敗が決まります。9回の立ち上がりから本当に重要になってくる難しいポジションです。スタッツ、ワー的にかなり低く出がちなリリーフ投手、抑えも例外ではありませんが、個人的に抑えに関しては指標上で低く出たりすることもありながら、チームが上位に行くためにかなり重要なポジションだと思っています。近年は併用的な部分があることもありますが、一人どっしり座ってくれると考えやすくはあります。逆に1イニングではあまりに支配的すぎてオーバースペックにも見える選手もいます。ただ今年変化が見えそう。現段階では想定以上に苦しかったり、想定外の変化がある、そんなチームもあります。まずオリックス、今シーズン苦しいスタートのオリックス、山崎颯一郎選手がなかなか登板することができなかったり、宇田川選手が出遅れと低調、さらに勝ちパターンとして貢献が大きかった小木田選手も離脱、勝ちパターンも不透明になっている中で平野選手がセーブを上げていましたが、現在は抹消中。まあ彼も戻ってくるとも言われていますので、そこまで長くかかるとは思っていません。その中で新助っ人で躍動しているマチャドが現段階で代役的ではありますが、セットアッパーから守護神起用、ストレートは最速162キロ、チェンジアップは1割5厘7三振、スライダーはヒットを打たれておらず5三振、ストレートでも押し切れる力があり6三振、変化球でも決めきれる、ピンチを作っても締められる絶対的な存在です。彼の獲得は非常に大きく、いなかったらどうなっていたか考えることも恐ろしいです。そしてロッテ、ロッテはペルドモが退団となった中で、新助っ人のコルデロ、フェルナンデスらが投げることができず、リリーフの整備が必要になっていました。その中で守護神的にも期待されていた増田選手が早々に抹消、再調整後に復帰していますが現状は苦しいです。その中で期待されていた横山陸人選手がセーブを上げることはできましたが、四死球の課題が目立ち抹消となりました。セットアップ的に起用されていた鈴木選手がクローザー起用されたり、沢村選手らがセットアッパーで接戦で投げてきたりしていますが、鈴木選手がクローザー起用で少し苦しい内容もあり、候補こそ多いながら終盤の投手で併用となっている。まあもちろんこれが絶対に悪いわけではありませんが、かなり刻んだ系統が必要になってくる苦しいリリーフ事情にはなってるかなと思います。そしてソフトバンク、4年4億以上の年俸で残留となったオスナが今季は開幕当初から低調、150キロ中盤のスピードを常に記録し、チェンジアップ、ツーシーム、カットボール、スライダー、全てで勝負できる投手ではあるのですが、すでに昨年の自責点を超えており、2試合連続で失点があったり、すでに失点と試合がなんと4試合もあるっていうのは、まあ、彼から考えると全く想像できなかった不審のシーズンでもあります。セーブを上げられていますが、数字自体は決して良くはなく、奪三振率は2点台とかなり低い、四死球の方が多い現状でもあり、まあ、想定外のスタートではあるかなと思います。まあ、もちろんこれから上げてくると思いますが、勝ちパターンが出てくるともう本当に厳しいというくらい、ソフトバンクのリリーフは強いと想定されていながら、少しクローザーで苦しんでいるのは想定外かなと思います。そして楽天、今シーズンから守護神転向した則本選手ですが、スタートからしっかりセーブを上げることができています。彼が守護神として苦しむと、中継ぎそして先発も含めて一気に編成が悩ましくなるというようなことが考えられていましたが、そのような事態を避けることはできています。体調不良抹消はありましたが、しっかり守護神になることができていて、まだ自責点はありません。156キロも計測しており、フォーク、スライダー、カーブ、チェンジアップと先発時代同様様々な球種で勝負できますし、何より球の強さというのは先発時代より感じるところがあります。短いイニングで彼らしさというのを出すことができているので、今のところ松井選手の穴を則本選手がしっかり埋めることができているかなと思います。ただもちろん先発に関しては数が足りませんし、庄司選手が本調子ではない中登板が続いていることもあるので、先発則本選手の穴というところはまだまだ感じるところです。そして西武、23年は増田選手の不振の中で勝ちパターンでクリスキーが起用されていましたが、クリスキーが退団、増田選手も苦しい内容があり1年間抑えというのは難しいです。今季ヤン・アブレイユと新助っ人、そして人手強者の甲斐野選手らに勝ちパターンの期待がありました。ヤンが体調不良の出遅れの中からなかなか1軍で結果とはなっていない一方で、アブレイユは守護神として安定感を見せています。ストレートは最速160キロ、ツーシーム、チェンジアップ、スライダーで勝負することができます。まあ、現段階で
三振はそれほど多くないですし、痛恨の被弾というところはありましたが、西武課題のリリーフで彼までつなげばなんとかなる、それくらいの状態ではあります。まあ、逆に言うと彼までつないだのにもかかわらず逆転を許してしまったあのソフトバンク戦の一発というのはダメージは相当大きかったです。四死球で崩れることはあまり想像できず、本当に彼がいなければこのリリーフ陣どうなっていたか考えるだけでも恐ろしい、それくらいのリリーフ事情でもあります。そして日本ハム、移籍2年目の田中正義選手が抜群の安定感を見せています。デッドボールこそありますが、四球はなく、ストレートは最速156キロ、奪三振は12、フォーク、スライダー、カーブとありますが、ストレートでねじ伏せる投球を見せることができています。勝ちパターン的なところを整備できた日本ハムの中で、彼が今季も稼働できているだけではなく、さらに内容を上げていけそうなスタートになります。もちろんこれからシーズンが進んでいくと疲労等で変わっていくかもしれませんが、スタートとしては抜群ですし、一段階ステップアップというところも見えてきています。そして阪神は昨年クローザーで多く投げてくれていた岩崎選手に加えて新助っ人ゲラの2人で回している形になります。前日は7点差を勝ちパターンを含めて逆転されてしまいましたが、基本的に投手は今年も武器です。先発がある程度イニングを投げてくれていて、リリーフも整備できています。湯浅選手が復活となっていない中で、ゲラが最速160キロ、スライダー、ツーシームでも勝負できていて、被打率自体はありますが全て空振り率 10% を超えており、押すことができていて、即戦力の新助っ人として活躍を見せることができています。そして岩崎選手は今季も健在、先日は連続被弾もありましたが、ストレートで1割2分5厘8三振と彼らしく押すことはできています。当然金属疲労もあると思いますが、ピンチがあってもホールド、セーブを上げてくれる彼の存在というのは大きいです。そして広島栗林選手が抜群のスタート。昨年はかなり厳しいスタートで離脱もありましたが、今のところは言うことがありません。敗戦も1試合ありますが、ストレートは1割7分6厘5三振、フォークは15三振、空振り率は驚異の 29%、 クローザーとしてあまりに素晴らしい、ピンチを作ること自体がほとんどなく圧倒的な存在、完全復活を果たしているとも言えるかなと思います。島内選手含め勝ちパターン今年も強力になってきていますので、なかなか打撃陣で点が取れないところはありますが、接戦をリリーフで多く取っていきたいところです。そして DeNA は山崎康明選手の低調もあり、23年は森原選手がクローザーで起用され、多くセーブを記録しました。今年は森原選手、山崎康明選手の併用的なところではありますが、基本的には森原選手中心。今年はウェンデルケンが離脱、上茶谷選手が低調の中で勝ちパターンの整備が必要になってきます。なかなか三振を奪えるリリーバーで苦しんでいる中で、森原選手は敗戦もありますが頼もしい内容、基本的にはストレートとフォークで、フォークの空振り率は 24%、 1割8分8厘7三振としっかり活かすことができています。一方、山崎康明選手はかつての支配的投球というわけではありませんが、大躍進護身的、さらにセットアップ的な起用の中でビハインドリリーフと便利起用になっています。年俸的には3億かける5年契約が残っているので、しっかり主力にしたいところですが、ツーシームは1割8分2厘2三振、ストレートが1割8分2厘4三振、最速152キロで今のところ被打率も悪くないですが、三振を量産することはできておらず、絶対的な抑えというところまで戻ることはできていないかなと思います。チェンジアップや小さいツーシーム、カットボールなど先発のような球の使い方で模索しているように感じますし、まあ、今の起用がどこまで続いていくのか、併用という形で最後までいくのかというのを個人的にも注目しているところです。そして巨人は昨年リリーフ、勝ちパターンで大きく苦しんでいましたが、今のところは武器にできているポジションです。離脱も多かった大勢選手が開幕に間に合ったのは非常に良かったのですが、すでに離脱をしてしまっています。その中で抜群の内容を見せているのがバルドナード。開幕から失点はほとんどなく、ストレートは1割9分4厘12三振、チェンジアップ、スライダーどちらも空振り率 10% 超えという非常に高いスタッツを残しています。昨年途中加入で存在感を見せた彼が今季さらなる飛躍を遂げ、当初セットアッパーから現在は大躍守護神的に抜群の内容を見せることができています。大勢選手が戻ってくると、この2人が終盤の投手として投げてくる。今シーズンは昨年までよりリリーフ選択肢が増えただけではなく、接戦で結果を残してくれる投手が非常に多いです。まあ、その中で後ろ2人が彼らになると、まあ本当に巨人の8、9回は厳しいなと感じさせる、それぐらいの内容を見せることができています。そしてヤクルトは今シーズン田口選手が出遅れ、守護神的な選手で悩んでいるところです。当初セットアッパー田口選手がいない時に起用されていた清水選手は痛打があり抹消となっています。その中で当初便利的に投げながら守護神的にも起用され始めたのが石山選手。現在ストレートは0割9分1厘6三振と力で押すピッチングが見せられています。
苦しい勝ちパターン事情の中で経験のある彼が競った場面で貢献してくれています。いろんな候補がいる中で彼がここまで戦力になって開幕からクローザー的に起用されても抑えてくれるというのは非常に頼もしいです。で、他に代役守護神的な選手では木澤選手や星選手もいます。現在石山選手が多く起用されてはいますが、もちろんまだ絶対的というところではないので展開的に様々な選手が起用されているところはあります。今シーズンリリーフで苦しんでいるチームなので競った試合を落とすこともありますが、少しずつまとまってきた部分もあるかなと思っています。木澤選手、星選手ともにパワー感はさすがですが、四死球自体も決して少ないわけではなく、ランナーを出す頻度も多いです。もちろん田口選手が戻ってくるまでいろんな選手の併用になっていくと思いますし、彼も怪我明けではあるので当初は併用的なところも必要になってくるのかなと思います。そして中日、ガイデル・マルティネスは今年も言うことがありません。あまりにも絶対的でまだ自責点がありません。3年間で122試合で 119.2 回、82セーブ、140三振、18四死球、防御率 0.60 と圧巻すぎる内容。守護神として1イニング投げるだけだともう正直オーバースペックすぎるというくらいの内容です。ストレートは0割9分7厘、スプリットは1割2分5厘、スライダーはヒットを打たれず、全ての球種で空振り率は 10% 超え、見逃し率も高く、ストライクゾーンで苦しむということはあまりないので四死球も出しませんし、三振ゴロも取れる、まあ、本当にピンチを作る場面すらほとんどなく、外野に飛ばされることもそんなに多くはありません。現在の球界の最強守護神と言えますし、まあ、今シーズン契約が切れますのでおそらくメジャーかなと思っていますが、彼を球界にどっしりと据えて多く登板させるということができていなかったのが少し苦しかったところ。もちろん今シーズン契約が切れます。おそらくオフには MLB かなと思っていますが、まあ、できれば NPB の間にモイネルのように先発で見てみたいなとずっと思い続けている選手になります。全体としてはこんなところ。今季の守護神で最も絶望感のあるのがライデル・マルティネス、栗林選手、そして平野選手から現在起用されているマチャド、田中正義選手、バルドナード、アブレイユ、野本選手も抜群の内容で、まあ、彼らもかなり支配的なところを見せることはできているかなと思います。新スケットのマチャド、アブレイユ、ゲラが終盤に投げることができていますし、今季からクローザー起用の則本選手も配置転換1年目でチームの柱になることができています。ロッテが勝ちパターンで苦しんでいたり、西武も9回のアブレイユこそ固めることはできながら8回前の投手はかなり苦しいです。そしてソフトバンクオスナも大型契約ですし、彼本来の期待度合い、今までの活躍を考えると今シーズンはかなり苦しいスタートでまだまだ足りません。ヤクルトは本当に厳しいクローザー事情、田口選手がいなくなってしまう、田口選手の離脱、清水選手の低調というところで8、9回の整備が必要になってきている中で少しずつまとまってきている部分はありますが、まだまだ不安なポジション。当然打撃陣が圧倒的なクリーンナップを誇っていて先発も想定以上に頑張っている。それなのに最下位争いになってしまっているのはやはりリリーフが苦しいところも大きいでしょう。オリックスもリリーフの柱として期待された選手たちがいなくなってしまったり、想定以上の不安があるチームも多いです。変化があって不透明と思っていたチームも多かったですが、今年のクローザー的な選手、新助っ人、そして配置転換組含めてしっかり結果を残してくれている選手が多いなという個人的な印象もあります。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。